滝の方が姿を変えておる。それとスキピオーネに似たものを我が子の式神として使ったと言っておられました。子が生まれたのだな。して滝の方は？スキピオーネに似たものと共に姿を消しました。滝の方の子は見たか？いいえ。ふむ、これはいかなることでしょうか。ガラシャであろう。ガラシャ？ガラシャは滝の方の出産を知っておる。その子に力を与えぬように斧が娘を送り込み、魔界の霊力を下げた。それゆえ滝の方は我が子を育てるために多大な霊力を必要としておるのである。己の姿を存在させず、すべてを我が子に注いでおるに違いない。スキピオーネに似た式神は？うつせみの術だな。うつせみの術？魔界に浮遊する魂、スキピオーネの霊力を瞬間的に憑依させる術。一度使えば多大な霊力をしておる。二度使うことは困難である。そこまでして滝の方がそなたたちを救ったことが意外だな。そういえば霊力が足りぬといい蜘蛛丸を切りました。蜘蛛丸の霊力を瞬間的に回復に使ったのである。それで滝の方のこの父親とは誰だ？滝夜叉のこの父親は間違いなく武士だ。一体どういうことなのです？私には身に覚えはありません。操られたのであろう。操られた？滝夜叉は陰陽師ぞ。あやつの霊力をもってすれば武士が倒れている間に子種を盗むぐらいたやすいことじゃ。そのようなことあったであろう。もしやあの時滝夜叉は主の種が最も気に入ったのであろう。まあ主にとっては迷惑であろうがな。迷惑でございます。鶴姫に気を使っておるのか？いくら好き弟とはいえ鶴姫は主の妹じゃ。子は作れぬであろう。そういう問題ではありません。わしに文句を言っても仕方あるまい。わしがそそどかしたわけではないからの。さっきの方様はいつごにおわしますか？わからぬ。滝夜叉はすべての霊力を我が子に注いでおる。それゆえ滝夜叉自身の姿も維持できる。おそらく魔界に浮遊する魂を特会一回利用して実体を作り上げておるのではあるまいか。わしですらその姿を見分けることはできぬ。居場所がわからぬならこう守れと言われても守りようがありませぬ。あやつのことじゃ。主の力が必要ならば必ず現れる。それとあやつはこの風の里に必ずおる。魔界の中で風の里が最も霊力が高く安全だからの。大変だ！神殿の実が風の里に攻め込んできた！悟りの地に冥界軍の攻撃が始まったようだ。黒魔術軍の姿が見えません。黒魔術軍は別行動に出ている。風の里にはおらぬ。おらぬ？無根命。
コリンでやつよの兵力が足りませる。いかがする。敵は恐らくここ本陣に戦力を割くである。しからばあえて里見に戦力を割くか。ここは私と住友だけでよかろう。鶴姫と安成は里見の援軍に向かい、里見の敵を打ち破り、ここ本陣を攻め、明海本軍を挟み撃ちにする。そこに右近の策がはまれば妙手になるやもしれん。承知いたしました。鶴姫様、私はここに残ります。何だと。清明殿と住友殿だけではあまりに戦力が少なくはありませんか。本陣が落とされれば元も子もありません。ここは私と住友。それも一理じゃ。安成だけでよかろう。安成は急げ。わかりました。戦をするか。
Thank you.